ってことでですね、本日はこちらですね、SVD スナイパーライフルですねを使って、このゲームの中で最もスナイパーゲーなマップウッズでやっていきたいと思います。まあ、なんかもうだから、まあ、多分ね、このゲーム性みんな知ってたらね、スナイパー戦めっちゃ楽しいんじゃないかっていう風に皆さん思うと思うんですけれども、今回そのスナイパー戦ついにやっていきたいと思います。今までね、結構ね、すごくクロスななんかインファイトが多かったんですよね。なんですけど、今回はもう結構長距離での打ち合いになると思います。今日のミッションとしては、SVD を使ってですね、まあ、SVD じゃなくてもいいんですけど、スカブ、要するにコンピュータープレイヤーを15体倒すことがミッションになってまして、今現状5、6体倒せてるんで、このまま引き続きちょっと倒していこうかなというふうに思います。ということでやっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。まずは場所を確認しましょう。このマップね、地雷原っていうのがあって、誤ってその場所に立ち入っちゃうとね、普通に死んじゃうんで、速攻で。撃つのね、難しいところは、まあ、これはまあ、慣れてきたらそんなことないと思うんですけど、僕がやっぱり一番最初に思ったのは、とにかくベラボーにですね、これ見にくい、このサイト。このサイトめちゃくちゃ見づらいな。どこがどこかわからんっていうところなんだよね。なので、まずはちょっと自分がどこにいるのかな、把握を始めないといけないんですけど、目印になるものは一切ないな。あ、あった。湖があるね。湖があって、この形状の湖っていうのは多分上にある湖。湖の地帯がね、こんだけ集中してる湖が上しかないんで、北なんですよ。これ多分、湖の一番北西にある湖。電波塔とキャンプの間にある湖なので、これを見てですね、で、北が上なんで、キャンプ地点行きましょうか。北が上だから、この下ですね。こっちにキャンプ地点あるんで、こっちに行きましょう、まず。あったあった、キャンプ地点見ましたね。あれがキャンプ地点で、あそこにですね、固定で M4 が湧くらしく、ちょっとまずは行きたい。ただここも当然ね、敵もいっぱい来るところであるので、今の状態で SVD で交戦したら、まあ、マジで勝ち目ないんで、敵見たら、ちょっと速攻に行きましょう。けどこれ多分あんまそんな近くないと思う、まだ。大丈夫そうだね。ちょっと焦りますか。武器庫。お。ストック来たね。これマウントレールのってるストックはちょっとありがたい。マウントレールってこういうスコープとか乗せるのに、普通の初期設定されてるレールだと乗らないことが多くて、マウントレールっていうなんかガタガタのね、やつがついてるやつで乗るようになります。このこれね。ビビったー、今車が完全に人に見えた。Thank you! これ多分プレイヤーっすね。これ残念ながらプレイヤーなんで、スカウではないんですけど、まあ、強すぎる俺のショット見させていただきました。ありがとうございます。対戦ありがとうございました。うまい今の俺、マジで。これはテックプレイヤーもね、びっくりですよ。多分。さすがに。回復が少ないな。ちょっと。これ弾は、7N の1を使ってます。B じゃない方ですね。ちょっと安めの弾なんですけど、まあ、それでも全然使えるかなっていうような、こんな内容の弾になってます。AK もらいましたね。これでとりあえずインファイトも戦えるようになったんで、いいかなと。ちょっとアーマーがね、だいぶね、削れてるんですけど、現状のアーマーも別にそんなもらえたやつが強くないので、メットだけもらっとこうか。ちょっともう帰りますか、これ。しょうがないな、いても。入らねえな。どうしようかな。タバコもね、赤色のタバコはタスクで使うらしいんで、置いといた方がいいから。うむ。あー、メット隠せそうか。その手がありましたな。やはり上級者プレイヤーは違うな。ヘルメットをあえてこう、見つからないところに捨てちゃって、で、発見されないようにしてしまうっていう、そういう技、教えてもらいました。いや、これで何頭ぐらい。オールドステーションってどこだ？これ書いてねえんだよな。これも情報に。あー、オールドステーション、了解。オールドステーションの下だ。オッケーオッケーオッケー。これ追記しないとな。画像に。ここはね、スカブの帰還地点っぽいんですよね。ゲチ怖いっていう。あ、ミスった。間違った。間違った。間違った。やばい。鎮痛飲んじゃった。やばい。ちょっと鎮痛飲んじゃって、ちょっと翼生えちゃってる。あ、聞いた。オッケーオッケーオッケー。帰ったかな？今のやつは。よしよしよし、帰れた帰れた。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。ナイスバックナイスバック。ナイスバックこれ。東側には逃げるのか東側に逃げるのかみたいな、そんな感じの二択っぽくて、正反対の湖側に行くっていう感じなんですよね。で、今回は、西側に行かないといけないんで、ちょっとこの東集落、今見えたんですけど、この東集落漁った後に、西側にもう一回戻らないといけないっていう。
あ、スカブいますな。待って、スコープでかすぎて、マジで当てれん。OK。スコープでかすぎ問題が、ちょっと、発生しまして。近接戦当てなすぎて笑った。なんだこれ、テンガみたいな、見た目な。おう、テンガじゃねえわ。完全にテンガだと思ったわ。ん？これ、サイガニ？これ何入ってんのこれ。サイガニ、キュービニ？サイガニ？キュービニ入ってんの？サイガないんだよ、なんだこれ。差がないってなんだこれ。まあ、弱いことだけは分かった。俺の中で差がって言ったら、ショットガンなんだけどさ、違うのか。まあ、けど、幸先よくとりあえず、スカブ2体倒したから、まあ、いいとしてよ。魔法陣の近くの検問に500万ぐらいするカードキー湧くから、見た方がいい。分かった。俺、スカブキルなんだよな、今日の目的。あれが魔法陣の検問だね。あ、いた。右前方に敵。てか、スカブっぽいけどな。あ、なんている。死んだか？もしかして今ので死んだ？あ、死んだわ。強えな、この銃。撃たれてる。よし、一人死んだ。もう一人どこだ？オッケー！激強っ。マジでこの銃バカ。あー、スカブか。よし。ダウン。逆に、ショットガン持ってくの強いな。音聞こえるんだけど。死んだわ。これバカだ、この銃。大丈夫大丈夫、負けね負けね。ポケット当たってなかった。お、突然現金1万円持ってるこいつ。はい、腐らせたぜ。ステンバイファイア、ステンバイファイア、スタンバイ。ファイア。ファイア。オーケー！使うミッション達成！ Thank you！ 毎日15時から18時、見るために配信中。みんな絶対見てくれよな。ウッドの王になるということで、フレパーのウッドでスカブを15人倒せというタスクなんですけれども、無事完了しました。結構、やってた感じで言うと、最初はその、ウッドってこう広いマップなんで、スナイパーライフルを使わないといけないのかなと思ってたんですけど、最終的にはやっぱショットガンとかこう、みんなスナイパーライフルとか近接系使って、遠距離使ってるんで、クロスレンジに持ち込んで戦う方が、スカブもそうですし、PMC に対しても安定した戦いだなっていう、なんか立ち回りやっぱウッドもどうにかなるんだなという、まあどうにもならない時もありましたけど、というような感じでした。ということで、続いてのタスクやっていきましょう。イェイ、見てる、見てるよ。お願いします。あ、ハンター単発なんで気をつけて。ヘッドショット狙ったらいいから。はい、あと結構貫通力になる弾渡すから、まあ、多分、カスタムスにいるような敵だったら胴体でも死ぬから。わかりました。この中に、コンパスとハンターっていうのがあるから、ちょっとこれ、取ってもらっていい？これ、この中に。なんか。そう。コンパスとハンターでなるから。コンパスはね、ポケットの右側に、一個だけ空いてるとこあるから、そこに入れるといいよ、コンパス。はい。
てかむしろそこ以外に入れるとね、このコンパス失うから気をつけて。これは弾は全部いただいてもいいんですか？弾全部いただいちゃって、俺それ使ってないから大丈夫。待って、足音してね。待って、やばい。そうやった、そうやった。レイ君生きてるよ、まだ。生きてます。やった？わーって言いました。あ、ナイスナイス、倒した、倒した、ナイスナイス、危ねえ。いえ、これ、死に何が起きてるんだ、今。今ね、ちょっと俺、重度の出血してるから、ちょっと待ってね。ヘルス。ヘルス。右側。ヘルス、右。あ、じゃあ、これを、ここに使う。いや、俺、来るなーって思ってたら、ガチで来た。軽度の出血には、何、あ、これか。いえ。危ねえ。やった、レイ君ナイス。てか、マジで。ありがとうございます。ナイスキル。あの、ボスマジで強いから、今の俺らじゃ絶対勝てない。出会わないようにしなきゃいけないってことですね。そうそう。で、この列車あるじゃん。この右側に行くと、あの、スナイパーってかな、エリア外になっちゃって殺されちゃうから気をつけて。はい。で、それがね、マップのね、この看板。これほら。はい。なんて書いてあるかわかんないけど、ロシア語で。だから、ここ先に行っちゃうと殺されちゃうぜって意味だから、この看板行けたら行かないようにしたら。わかりました。ボスとは公式チートです。そうなんだ。いや、非常に強い。おえーよロスはマップステージの3分の1の確率でファック。ああ、なるほど。これ、オールドガスステーションだから、ワンチャン帰れる。あ、帰れるわ。OK、やった。ナイス。オールドガス帰れるね。やばい。鎮痛いてって。見えねえ。一人あったね。マガジン落としたけどもわかんねえしや。どこに落ちたんだマガジン。そう。ここは地下帰る。あ、ここなんだ。そうそうそう、ここオールドガスステーションがこれなの。へえ。ああ、you